にちは、ヨミソです。逆光何やのか、何やら進路するんだろうね。一体何を取ってんのか、今回は何やたちは何を進路するのかというのをちょっと聞いています。ちょっと困りますね。フェンスロッシュを使って今回のフェンスロッシュ、マニアの方が最中に選挙カーのから流れてくる、聞こえてくる、候補者の、名前が、彼らは何の写真を撮ろうとしてるんでしょうかね。何か騒がしくなりましたら、また聞こうとしていきたいと思います。先ほど新海賊通過していきましたのでね、間もなく該当する列車が来るかと思います。まあ、ちょっとすいません、フェンスレスへ申し訳ありません。私はメインに取り立てたんですけど、あくまでもリポートとして行ってますので、ご了承くださいませ、ね、彼ら本当に大丈夫なんでしょうかね。フェンスレスへ申し訳ありませんけど、彼らはいよいよ人選体制になってきましたよ。さて、何やら来たいみたいですよ。なんかトワイライトみたいなのが来ましたね。昔はそういうのはってたの、トワイライトみたいなのが来ましたよ。さあ、彼らも一緒に写真撮ってます。どうやらトワイライトみたいなのが来てますね。はい、そうですね。はい、なあ、そう、彼らはこれを撮ってた。えらい長い車両ですね。そうそう、これがね、長物車といってね、レールをね、この今ここにありますレールをね、運んでるやつ。はい、どうやらね、マニアたちはね、さっきのトワイライトの機関車を取るためにここを来たみたいです。今回の動画、ちょっとフェンス越しで申し訳ありませんでした。まあ、でね、あらかじめ言いますけども、明日ね、この地元のところでね、小村会議員の選挙があるんです。そのためにね、ちょっと小村会議員のね、選挙カーが来てね、演説するかもしれないなと思って、ということで、本日はどうもご視聴ありがとうございました。